はい、こんにちは。シドニーのセラピスト庄司です。なんで今日こんな風に静かに喋っているかというと、今病院にいるからです。そして病院にいる理由はこれです。庄司2世が誕生しました。もうすでに宇宙一かわいい。かわいいですね。とにかく皆様に感謝の報告をしたくって動画を撮っています。今日9月29日この子が生まれて1日半ようやく名前が決定しました。彼の名前は言っていいんですかね。彼の名前は杉森智樹です。誠は、うちのおかみさんゆみの、父親、今年の2月に亡くなった父からいただきまして、キーは僕たちが大尊敬する兄貴のキーをいただきまして、智樹というふうに命名させてもらいました。英語名はトムになります。オーストラリアではこの子は名称トム、日本語名はトモキということになりました。そういうことですので、宇宙一かわいい子ですので、これからも皆さんよろしく彼のことを。彼のことをよろしくご愛顧ください。フフフ。